どうも皆さんこんにちは。今回から開拓編がスタートします。基本的に建築と村発展をします。その合間に別モッドを入れて新ディメンションに行ったりするかもです。早速聖地をやっていきますよ。ちなみに今回からまた新たにモッドをたくさん追加しました。名称は概要欄に載せておきますね。具体的にはダイヤモンドのかまどができるモッド、チェストが持ち運べるようになるモッド、イージービルディング、建築の効率を上げるモッドを基本的に導入しました。聖地の後は橋作り。新たに拠点を向こう側に広げたいからね。毎回泳いでいくのも不格好だし。というわけで完成しました。テーマは統一感です。見ての通りだな。イージービルディングモッドにエンダーパールが結構必要なので、久々にエンドに来ております。エンダードラゴンとの対決は、ゆっくりゲリラ戦闘機カッコムインパート10です。興味がある方はぜひ。ちなみにムインシリーズにはワスポーンが入ってます。今は入ってないけどね。ゲームバランス的にひどかったので、クラーケン手に負えなかったし、さらに、エンドでゲリラが湧かないようにしました。エンドのゲリラはトラウマだし、本来はエンダーマンの領域だからね。というわけでまず一つゲット。エンダーマンのトラップは作らないのか？他に作りたいものがたくさんあるからね。やるとしてもかなり後の方になると思うよ。エンダーパールが本当にたくさん必要になったら優先するかも。しかしお前、なんで急に建築なんてやろうと思ったんだ。マインクラフトをやってる以上、建築は不可欠だと思うの。あと、他の実況者さんの動画を見てたら、開拓をやりたくなった。あとは砂漠が精神的に来たことですかね。あ、向こう側に見える建造物。オアスポーンで追加される建物です。本当は中にすごく強いモンスターのスポナーがあったんですけど、今はもぬけの殻ですね。これもパート10でどういう感じだったのかわかります。概要欄に貼っておきますね。ほら、スポナーブロックの中に何も入ってないでしょ。オアスポーンは確かに面白かったんだけどな。ゲリラがかわいそうだったからね。おっ、まだアイテム残ってた。ドラゴンの卵もあるんだな。その卵を使ってかは知らんけど、エンダードラゴンを復活させるモッドがあるらしいぞ。へえ、っていうか段ボールがやたらあるな。ゲリラはいなくても段ボールは生成されるんだな。しかしものすごい量だな。この段ボールを叩いても経験値はゲットできるんだ。あ、それと、まだ追加したモッドがあったんだ。経験値を預けれるようになったり、必要のないブロックを経験値に変えれる。超便利モッド。エンチャントが必要になったら使ってみようと思います。経験値の ATM ができるようになるってわけか。その通り。やっぱりモッドはふんだんに使ってくべきだよね。まあバニラでも十分に楽しめると思うけど、だいぶアップデートしたよね。1.11 まで来てるな。つい最近まで 1.6.4 だった気がするんだけどな。時間が経つのは早いね。ちなみに今プレイしてるバージョンは 1.7.10。 現環境で最も多くのモッドに対応しているバージョン、らしい。大半の面白いモッドが 1.7.10 に対応してるからね。モッド導入するときは 1.7.10 がおすすめ。そういえばエンダーマンって遠距離攻撃が当たんないんだよね。当たる直前で回避するもんな。エンダーマンのボスとかいいんじゃないか？モッドでないのか。ありそうだね。銃乱射じゃ勝てなさそうだし、相手としては申し分なさそうだけど。ある程度取れたので、帰ろう。あ、そういえばエンディング見たことないや。前回があれだったから。奈落の底に落ちるのはマジで勘弁してくれ。嘘。体験したのさ。てなわけで初エンディングです。もちろん飛ばします。とりあえずエンダーパールを20個かき集めました。これからイージービルディングのアイテムを作ります。アイテム使うの初めてなんだよね。あらかじめ使ってみとけよ。はい、これは同じブロックの間を同じブロックで連結させることができるアイテム。その他にも利用するので、まず最初に作っておくべきアイテムだと思う。これを使って倉庫を作ります。倉庫って、もう作ってあるじゃんか。あの広さじゃもう足りなくなってんだよ。それにちゃんとした外装の倉庫作りたいし、地下室じゃつまらないじゃない。エアスイブイルジングを入れると追加されるアイテムをもう一種類作ります。これまた便利アイテム。初めて使うけど。橋を渡ったすぐそこに作ろうかな。今回の倉庫のテーマは、ワンポイントです。
はい、突然ですがここでこのブロックの使い方を紹介します。まずは赤い部分のある面を2つ同じ向きに向けて設置、そしてコネクトキーを押しながら右クリック、そしてもう一方の方もコネクトキーを押しながら右クリック、すると左側の赤の部分に白色が入りました。これでお互いのブロックが対応し合ってるということになります。そしてこの状態で設置したいブロックで右クリックすると、ゲリラが湧きます。はい、嘘です、本当はこうなります。さらにコネクトキーを押しっぱなしにするとこのようなことができるんです。ね、便利でしょ。ちなみにコネクトキーの初期設定は C となってます。キーはコンフィグで変えれます。 C が別のキーで使われてたら変えてくださいね。そうこうしてるうちに土台が完了。次は外装、まずは階段作り。次に用意するのは黒曜石、これがワンポイント。さらにガラスを張って石ブロックで屋根作りして、床の高さ調節して、はい、出来上がり。倉庫の完成。黒曜石を枠組みすることでワンポイントをつける。豆腐に変わりはないけどな。さあ今度は内部にチェストを置いてくよ。まずはモッド導入で作ることができるダイヤモンドチェストを作ります。ちなみに目の前に見えるのはダイヤモンドかまどです。効率が10倍ぐらいに跳ね上がります。ダイヤモンドのさらに上を行くかまどが存在するので今度作りますね。今は素材が足りないので、さあまずはゴールデンチェストを作って、ダイヤとガラスで、はい完成。ダイヤモンドチェスト収納量が凄まじいです。とまあ中はこんな感じになりました。まだちょっと暗い感じだね。床をどうにかしないと。倉庫出来上がり。というわけで今回の開拓はここまで。次回は鉄道を作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。